土井とヨネさんのなんじゃかんじゃ。皆さんこんにちは。土井こと土本まさみです。はい、ヨネさんのヨネ田明です。はい、今週もですね、なんじゃかんじゃの、はい、時間がやってまいりました。はい、11月に入りました。本当やね。3連休です。早いな。ね、人が多いですね、京都市内。11月はもう京都観光シーズンやからね。もうね、たくさん今日もいらっしゃいます。今日から3連休やもんな。そうなんですよ。いや、僕はね、今日ちょっと仕事がたまって、今週ね、もうずっと出っ放しやったんで、うん、今日朝、丹波橋駅にいたでしょ。そう、目撃情報がありましたよ。目撃情報が見られてるんですね、うん、なんかそう、どこでもね、見られてますから、す、気をつけてください。はい、でね、それがね、一心不乱に携帯をいじってらっしゃったっていう、ね、しっかり情報入ってるやん。それがね、はい、なんで丹波橋にいたかというと、実はね、どんくさいことしましてね。どうしたんですか？いつもはね、うち会社が京田辺なんで、はい、我が家から地下鉄と東西線乗って、はい、烏丸を池で乗り換えて、はい、で武田で近鉄乗り換えて行くわけ、はいはい、だから丹波橋は通過駅なんよ、本来はね、うん、ところが、はい、今日ちょっとまあ休みの日なんだけど、会社出ようと思って、はい、向こうは乗り換えやんないかなんか見てたら、はいはい、三条京阪から京阪電車で丹波橋まで行った方が早いよと、はい、時間的にね、うんうん、あ、はいはい、あ、じゃあそうしようと、はい、ダイヤの関係でね、はい、で、京阪電車乗った、はい、で特急やって、はい、まあ、座れたわけよ、はい、寝てしもて、うん、気がついたら、はい、駐車場前やってね、うん、息過ごして丹波橋を、あ、戻ってきた、そう、ほんで駐車場まで行って、あ、慌てて起きて、戻ってきたところに、で戻ってきて丹波橋へ帰ってきて、ほんで丹波橋のホームに、座って、無心で携帯を触ってるところを目撃されたわけですね。そうですね、なるほど、はいはい、まあ誰かさんに、負けず劣らず同情してしまいました。誰だろう。君に決まってるから。はい、この番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号075-253-6901、 075-253-6901、 e メールアドレスは info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 どうかどしどしメッセージを寄せてください。はい、そういうことでですね、どこで誰に見られてるか分かりませんので、おとなしく気をつけて、でも元気にいきたいと思います。はい、この番組はセレブイン京都株式会社の協力でお送りいたします。セレブイン京都といえば天然化粧水クリアローション24。世界の芸能人や医療機関からもオファーが殺到しています。お肌と髪の若返り美容とトラブル対策にシュッシュッとスプレーしてお使いください。セレブイン京都社長の瀬川秀夫です。私が北海道の大学研究室の発見を商品化しました。詳しくはフリーダイヤル 0120-134-333、 134-333、 セレブイン京都まで。はい、はい、ということで、今回ですね、はい、また、ね、お便りメッセージを頂戴しました、ね、いただけてありがたいですね、はい、ちょっとご紹介、はい、ではね、くださいね、紹介しますね、はい、素敵なツッチーさん、素敵なツッチーさん、ね、まあね、ちょっと待って、1行しか書いてないより1行しか2回読まんね。あ、そっか、素敵なツッチーさん、はい、大好きなヨネさんだって、うん、もう一回読んでよそこは。こんにちは、毎週楽しみに聞かせていただいております、はい、先日の放送では入院中の私にメッセージをいただけて嬉しく励まされました。ありがとうございます、はい、とっても元気をいただけて今は無事に退院をして日々回復に向かっていますね、入院されてて、ね、まあ、またこう入院中もこのラジオ聞いてもらってね、ありがたいですね。少しでも我々のパワーが、ね、お役に立てたら、届いたかしら。いや、もうね、退院されたって実は聞いてね、うん、僕は、めちゃめちゃ嬉しいですよ。よかったですね、うん、ほんまにね、嬉しさを表現してください。にかいやいや、本当に本当本当本当ですか今の。はい、続きまだありますかね、うん、まだあるね、はい、まだあるんですよ、うん、また入院中はお顔のお手入れがあまりできなかったため、うん、セレブイン京都さんのクリアローション24だけをシュッシュッと使わせていただき、敏感肌の私も肌荒れ知らずでお肌も順調で
手軽なお手入れで心強い味方のクリアローション24に助けられました。さすが研究に研究を重ねられた優秀商品ですね。社長聞いてますか、瀬川社長。すごいね。ありがたい。いや僕それ どなたやって S5 番さんから、 S の5番さん、はい、そうなんです。そのねクリアローションを使ってるなんてことは僕はもちろん知らないし、ね、ありがたいですわ。社長聞いてますか。それもね一番ねいいなと思ったのがクリアローション24だけをシュッシュッと使って、うん、それで入院中を過ごされた。それだけで、ね、オールオッケーっていうね。よかったですね。いやでも本当にね、退院されてよかった。ね、よかったですね、うん、だってね、うん、退院するっていうことはやっぱ良くなってる証拠ですから、はい、そうですそうです、はい、だんだん悪なってんやったらね、それは退院できへんわけよ、はい、そりゃそうです、ほんで、まあはい、僕が存じ上げてる方ですから、やっぱりお見舞いに行こうかなと思ったけど、やっぱりね女性っていうのはほら難しいじゃないですか。そうですよ、難しいですよ、ね、やっぱりいけないし、うん、一刻も早く元気なお顔をお目にかかれることを ね、楽しみにしとるんですけども、ね、そうなんです。今日からね早くも11月朝晩かなり冷え込んできましたので、どうかお二人も体調崩されないようにお気をつけてくださいねと。ありがとうございます。いうふうにいただいております。S の小判さん、ありがとうございます。まだね、ちょっと風邪の咳がね、ねえ、ちょっと残ってんねんけどね。ねえ、先週はほら、ずっと風邪ひいてますよね。でも風邪ひいてる人すごく多いです、周りでも。そうだろ。ねえ、君は風邪ひかへんねんな。全然、私ね、分かったんですよ。風邪なんでひかないか。分かった。あ、もう有名やな。あのね、まあ、あれもあるけど、まあね、少しおバカさんっていうのもあるかもしれないけど、うん、おネギをねすっごい食べるんです私。ね、君なちょっと待った。みんなが多分今すごいっていう想像しはった10倍食べますから、うん、一晩に、うん、だからだと思うんですよ、ね、おネギって風邪にいいって言うでしょ。いやネギは風邪にいい、うんうんうん、でもだいたい君はなやることは極端やん、はい、あ、まあ、極端です、極端、うん、中間がないんですよ。そうそうそう、ちょっとダイエットしよう思ったら全然食べなくて。そうなんですよ、倒れてしまって。それね、この前妹にもね、お姉ちゃんはねいい塩梅っていうのができないのって言って、うん、言われました。ほんまに難儀な性格やからね、困ったもんよ、うん、そうなんです、うん、おネギね、はい、はい、でもう一枚ありますよ、はいはいはい、もう一つお手寄りいただいております、はい、いつもありがとうございます。藤兄さんから今日もいただきました。月曜日の ねありがとうございます。建築カフェの藤兄さん、はい、藤兄さんありがとうございます。ヨネさん、ツッチーさん、こんにちは。今日は雨ですね。はい、雨です。お二人は雨にまつわるエピソードはありますか、ということです。あ、今日 そんなきつい雨じゃないけど、ね、今ちょっと止んでましたけど、はい、朝降ってますよね、うん、まあ、雨は誰しもさ、うん、嫌いやけど、うん、でもうっとしいやんか、はい、ね、確かにね。雨のエピソードってなんかあるの。雨のねエピソードっていうかね、うん、私ね、うん、傘をね差さない主義なんですね。あ、雨傘差さない。ほな濡れるやん。濡れることより雨を、傘を差す邪魔くささを嫌がるんですよ。だから濡れた方がマシだって。いやいや邪魔くさいか。あの傘差すの邪魔くさい。濡れんの嫌やん。いや、でも雨をなんか傘差す煩わしさを持ったらべちょべちょになった方がいいなと思って、相当降ってないと差さないんですよ私。あ、そう。ニューヨーカーなんですよ。ニューヨークの人って傘差さないですからね。あ、そう。そう。でしょ、傘ってまずね売ってないですもん。あ、割と怪人は傘ささないでしょ。そう、傘ささないでしょ、うんうん、そうなんです。でも君な、はい、言うていい、な夏場な、うん、日焼けが嫌やって傘さしとるやないか。そうですね、 おいさんって言って時に傘さしてやな。雨降って時にささないでどういうことやろ。それすごい自分でもびっくりした。ま、そうですね、夏場しょっちゅう傘さしてて、そうずっと傘さしてますよ。雨降って傘さすの嫌やって、どういうことやねん。天気がいい時に傘さしてて、うん、雨が降り出すと傘閉じるからな、うんうん、やっぱりおかしいね。基本的に初めて気づいた。それよくぞ教えてくださいました。いやいやいや、でも ほんま変わってるね。それは絶対間違いなく。そうですね、でも、うん、雨火に当たるのはどうしても嫌なんですよね、うん、傘をさす煩わしさに勝つんです。火に当たる嫌さが。あ、雨降って傘さすの煩わしいって刺さへんのもおかしいって、はい、絶対なんで濡れた方がマシなの。そうかな、邪魔くさいのも。絶対こんなん言ってたら、はい、来週はい、いろんなメッセージ聞くのじゃん。そうですか。分かった、はい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 、はい、
傘さす煩わしさもそうだけど、うん、閉じた時にね、うん、濡れてるでしょ傘が、はいはい、あれも嫌なんですよ。その濡れた傘を持って電車に乗ったりバスに乗ったり、うん、その辺歩いたりが嫌なんですよ。 あのね僕もね濡れたっていうんじゃなくて僕なんかどっちかというと折りたたみの傘がよく持ち歩く、はいはい、今ほら小さいのあるやん軽い、でああいうやつは、はい、ほんと畳んだ時に、うん、もうな置き場所も困るのね。一人でちゃんと傘立てて立てられるわけでもないし、そうでしょ、それがちょっと嫌だったっていうのがあるんですよね、うん、あ傘はなるほどね、うん、日傘とはまた、まあ、でもやっぱりあの雨の日に傘ささんと、うん、天気の日に傘さしたと変わったやっちゃどっちにしたって本当そうです ね初めて気づいたそれもっと早起きやけどよくぞ教えてくださいましたね。いやいやいや、ありがとうございます。まあ、やっぱこれ藤兄さんがですね、うん、雨のエピソード雨のエピソードね聞いてくれるから、うん、その傘の話になってちょっと、ね、新たな気づきがあったわけでしょうか。ほんまに 雨男ですか、どっちか。雨、あ僕はね、あでも結構ゴルフの時あれですよね、雨降ってません、うん、だから雨にも合うし、ね、まあ雨男普通か、うん、普通私ね驚異的な晴れ男っていう人知ってるんですよね。本当にね雨が上がるの、うん、その人へ、ね、そういう人も いるし、うん、絶対雨が降るっていう人も、ね、まずはいるよね、そういうね巡り合わせでね、うん、なんかね、うん、私のね47年生まれはね雨の人が多いみたいで、うん、成人式の日にね、私たちの年代の成人式の日に、うんうん、何十年ぶりかの土砂降りだったんですよね。そうだからね、私成人式の日は雨の思い出しかないんです。あ、そうなんや。そうベチャベチャになったんですよ、あの着物着てね。何十年かぶりの成人式の日の雨ですってニュースでも言ってました。成人式の時って雨降らないのか、そういうあんまりなんか降らないみたいですよ。何十年間ぶりに雨のあの成人式ですってニュースでも言ってたから、そう、うん、そう親にね、あんたの時は本当にいつもね運動会も遠足とかも全部いつも雨だったんですよ。うん、うん、あんたの時は本当に雨女やんか。いや私じゃないの、多分ね誰かが私の同い年の誰かが驚異的な雨あの人のせいにしたいかなでもね明日から北海道行くっつってたら明日も雨らしいからそうやな、北海道行くんやでな明日。そうなんです、そうなんです。あほんま雨やん、うん、そう明日も雨らしい。でも北海道が雨とは限らないですからね。いやまあまあそれはそうやけどな、うん、そうでしょ、うん、京都は雨らしいですけどね。なるほどね、やっぱこう、あだ基本的にやっぱ雨女なんです、それは間違いない。いや私かな、一緒に行く人の雨女なんじゃないかな。あのね人に責任をなせつけたらいかん言ってんのにそうですか、うんうん、分かりました、気をつけます。はい、まあ、でもね、これから寒なるからやっぱり寒い時の雨って嫌やね、基本的にね。そう冷たいですからね、まあ、暑い時も嫌だけどね、じ、なんていうの、びしょびしょ、ジメジメするでしょ。そうそう、ジメするのね、ね、ね、うん、もう、まあ、でもね、まあ、雨も楽しくなるよね。可愛い傘とか長靴とか買ったら楽しくなるんですよ、はい、あ男の人で長靴ってあんま履かないですよね。ね、うん、はい、そろそろお別れの時間です、ね、はい、そうです、はい、お別れの時間やってまいります。はい、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。どしどしお寄せくださいね。本当ね、いつも、月曜日のね建築カフェの藤兄さんよくいただいて、本当にありがたい。ぜひぜひ、まあ、ちょっと何度ね、はい、こんなこと聞きたいとか、はい、こんなこと言ってやりたいとか言ってやりたい言ってやりたい、いやもうツッチーにこれは絶対言ってやりたいとかいうのは多分聞いたはずだ。あラジオの向こうで突っ込んでる人僕いっぱいやるんじゃないかなと思う。お優しいツッコミをお願いいたします。ぜひそういうツッコミなんかもね、お金弱いのでお願いいたします。いやいや、いただけたらなというふうに思います。はい、はい、ということでね、まあ、本当にこう皆さんからメッセージ、はい、お便りをいただければ、はい、それをネタにですね、そうですね、なんじゃかんじゃ話も弾みますので、ですのでね、はい、はい、じゃ あ、まあとにかく北海道楽しんで行ってきてください。ありがとうございます、ね、明日から。何泊で行くの？一泊二日で一泊もったいないな、一泊だけで、うん、うん、ね、もう忙しいですから、忙しい、はい、うん、まあまあでもね、はい、いい、連休を過ごしてきてください、はい、米田先生、はい、皆様も、はい、いい、ということでまた来週ですね、はい、元気にお目にかかりたいと思います、はい、お相手はツッチーと、はい、米さんでした、はい、ということで、今週もお時間になりました、はい、また来週ごきげんよう、さよなら。